私の名前はサラ。小学生の息子を育てている専業主婦です。独身時代はアパレル関係の仕事をしながら読者モデルをしていたので、どちらかというと、容姿や持ち物は派手だと言われているんですが、自分で言うのもあれですが、家庭的で、性格も内向的なところがあります。この春から息子の学校のクラス役員をしているのですが、同じく、役員をされている京子さんが本当にくせ者で参っているのです。彼女とこれから1年間役員をするかと思うとゾッとするような日々なんですが、サラさん、今日少しお茶でもできないかしら。こんにちは。今日ですか？今日は子供たちは6時間授業でしょ。ランチもいいし、無理ならお茶だけでもいいわよ。今日はちょっと。何か用事があるの？あなた仕事はしていないわよね。まあそうなんですけど、今日はちょっと。 LINE ではダメですか？用事で出るまで1時間はあるので。あら、そうなのね。ではこのまま本題に入るわね。息子たちも3年生になってからお受験モードに切り替えている子が増えたじゃない？そうみたいですよね。お宅もお受験組なんでしょ？隠しているだけで。え？うちの子ですか？うちは私学には行かせる予定は今のところありませんよ。え？マジ？サラさんって何歳だっけ？私は33歳に今年なりますけど、年齢が何か？あ、その世代なのね。え？その世代とは何の話ですか？私は37歳になるんだけどね。私たちの世代は留学ブームだったのよ。そうなんですか？留学とかって世代が関係あるんですか？2組の役員の今村さんも3組の役員の田村さんも留学経験ありなのだよ。私たち3人は同学年なのよ。それにね、田村さんのご主人は家と同じくご主人が外資系の企業だから本当に話が合うのよ。そうなんですか。私はイギリスに留学をしていたのよ。1年間、20歳の時にね。今村さんと田村さんはカナダらしいわ。でも留学経験がある人ってなんかこうセンスもいいし、着ている服や持っているものも違うのよね。あ、はあ。サラさんって持ち物や着ているものが一応流行に乗っているでしょ。てっきり留学組かと思ったわ。なんだ3年、単なるミーハーちゃんの流行物好きの日本人だったとはね。ミーハーちゃんですか。そうそう、本題に入るけどさ、他にも留学経験ありの方がこの学年には数名いるらしいのよ。はあ。そのママさんたちとサークルを作るってことになったのよ。少し前にアフタヌーンティーを楽しむ会を作りましたよね。あれとはまた別ですか？やだ、サラさん。あれはイギリス留学経験やホームステイ経験ありや留学経験がなくてもお茶が好きな人の集まりよ。サラさん、結局1回しか参加してないわよね。まだ継続しているからそれも来てよね。もっとも留学経験ないあなたは話に入りづらいかしら。最近いろいろバタバタしていたので、またチャンスがあれば。やだ、サラさん、チャンスなんて自分で作るものよ。次の回の紹介ラインを後で送るわね。あ、はあ。そろそろ用意をする時間なんですけど。ごめん、簡単に伝えるね。留学経験者ママたちで英語サークルを立ち上げるのよ。英語サークルですか？そう、ただサークルでも大人の会と子供会を作るのよ。今後はお受験でますます子供たちが多忙になるから、子供たちは月に2回の土曜日の午前中に1回、大人は週に1回集る予定。どなたが英語を教えるのですか？
それは私をはじめ留学経験者ママたちだよ。この会にはいろいろと目的があるのよ。目的ですか？まず留学経験者の絆を深めることが一番で、それと同様で子どもたちの英語力アップ、英会話教室や塾とはまた違ったことを学ばせるのよ。やっぱりこれからはとにかく海外へ目を向けないと何も始まらないでしょう。海外へ目を向けるですか？そうよ、うちもお宅の子も男の子なんだから余計に海外に目を向けさせなさいよ。あ、京子さんごめんなさい。そろそろ時間なのでまた後日。サラさんはのんびり屋さんだから後日は来年くらいになりそうね。いえ、時間のある時にご連絡しますので。サラさんとお子さんのためを思ってのお誘いってこと忘れないでよね。わかりました。3日後の午前中。こんにちは。もうサラさん連絡遅いわよ。すみません、いろいろとバタバタしてしまっていました。もうサラさんが連絡遅いからいろいろと先に決めたわよ。え、何をですか？ちょっとやだこの話よ。英語のサークルを作るって話。大人と子供の両方ね。あーはー、その話なんですけど、うちは週に1回英語に通わせていますし、私は英語は…サラさん、真剣になった方がいいよ。息子くんの英語は週1なんでしょ？しかも受験も考えていないって言ったわね。その上にママが英語を話せないなんて完全に終わるわよ。落ちこぼれ寸前でしょ。まずはママは英語と親しんで子供にも教えるのよ。でも今のところはサッカーしたり運動したりするのがうちの子は好きなので、サッカーか体操教室に入れようかと。何そのノリの悪さ、引くんだけど。ごめんなさい、今日はこの後仕事なのでまずはお断りの LINE だけ入れました。せっかくのお誘いをありがとうございました。え、何よ、明日お茶もできないかな。ちょっと最近バタバタで。何それ信じられない。あ、お迎えが来たので今日はこれで。ちょっと待ってよ。2日後。早い時間からごめんなさいね。いえいえ、今家事が終わりお茶してました。と言っても今日はまた仕事なんですけどね。この前から用事や仕事って随分忙しいのね。それはそうとさ、サラさんのご主人って確か職人さんよね。まあその部類には入りますよね。サラさんも学歴はないって感じだけど、子供はそれでいいの？我が子を両親と同じような人生にさせたいの？え、ちょっと待ってくださいよ。両親と同じような人生にさせたいのってどういう意味ですか？え、文章通りの意味よ。ご主人はこじんまりと職人さん、ママは単なるミーハーちゃん。せめて子供には今から英語に親しませて可能性を広げてあげたらって話。あのさ、役員さんで一緒になったご縁で誘ってあげたのよ。ありがたく思ってよね。別に誘ってなんて頼んでません。それに先日しっかりお断りをしたはずです。何よその言い方。あなたたち親子がお気の毒だと思って声をかけてあげていたのに、本当に失礼な人ね。失礼？私がですか？申し訳にくいのですが、私の父が外資系の企業にいたので、幼少時代はサンフランシスコ、ロンドン、パリと、幼稚園から小学校から中学1年までは海外暮らしをしていました。たった1年間だけ留学して、英語をマイスター気取りの京子さんよりは綺麗な英語を話せています。息子も多分、
京子さんの息子さんよりは英語に馴染んでいます。あ、もう一つ言っておきますが、私独身時代は読者モデルをしていたんです。最近その仕事は復活しつつあり、子育て世代の雑誌の企画で夏休みは息子とニューヨークへ2週間留学体験に行きます。え、あなたって。あ、もう一つだけ。私の夫は椅子職人でもありますが、一応社員さん12名を抱えるインテリアデザインの代表です。聞いてないけど。言っていませんよ。あなたみたいに高飛車な自慢屋さんとは役員さんが一緒でなきゃ口も絶対にかかりたくないですからね。ちょっと待ちなさいよ、失礼よ。失礼なのはそっち。もう役員以外をかからないでくださいね。それにここは日本です。そんなに留学がいいのなら一生海外へ行ってろ。その後、京子さんは留学経験者だというママ友さんと英語サークルを立ち上げたが、サークル入会に会費や月謝を取っていたことを面白くなく思っていた保護者たちからの通報を学校にされたようで、ちょっと問題になっていた。私は1年間の役員生活も終わり、京子さんとは全く関わらなくなったのだが、あまりにも高飛車で自慢屋な性格から孤立してしまい、京子さんと親しくしている人は誰もおらず、完全なる孤独状態となっている。今回のお話はいかがでしたか？毎日動画投稿しますので、ぜひチャンネル登録お願いします。あなたのコメント、グッド評価お待ちしています。